1555年の君へいくつか聞きたいことがある。僕のこと知ってますか？名前を聞いたことくらいありませんか？僕の夢は叶っていますか？教科書には載ってませんか？もう一度よく確認してみて。僕は2022年を生きているよ。激動の世界を生きているよ。この間の僕の大失恋も世界にとってはちっぽけなのか。どんなスポーツが流行っていますか？今はマイナーなスポーツもその頃には広まってるのかな？どんな歌を聴いてますか？音楽そのものの形も変わってしまってるのかもしれないね。好きな芸人は好きな色は好きな動物は、これくらいにしておこうかねえねえ。僕たちの愛の継承はどんな人生を送るんだろうね。